今回は、AI 絵師がどうやっても倒せない敵、ラーメンに決まる、のスレを紹介します。それではどうぞ。さ、異次元の発想。人間には勝てねえわ。具材も意味不明というありさま。アボカドやろ。ちょっと熱そう。よく見たら AI ってガバだらけだよな。手に限らず細かい部分ぐちゃぐちゃや。やけど必死で草。さっきできてたで。箸の意味。手があるから人力やろ。これなん言うから持ってきたん。なん家でさっき立ってた、ノベル AI で高木さんにラーメン食べさせるってすれ。3月。ラーメンを食べる日ぐやりんらしい。ラーメンをかじる？なんでラーメンや替え玉を、手づかみで食べたがるねんね AI は。意外な弱点やな、手とラーメンの描写が苦手とは。そうまかな。躍動感があるな。マキちゃん。ソシャゲの謎イベントでありそう。ソシャゲの一枚絵にありそう。地味に端が多い。麺をすするのが学習できてないって聞いたんだけど本当なんやろか。ちゃんとスラープ、すするを指定したらいけるで。AI かな。斬新やな。これもうフォーク使った方がええやろ。 AI が生み出したマクニュートレイン、なぜかエッチである。どこ需要やねん。車のハンドルにつけた方が需要ありそう。ソシャゲにありそう。ソシャゲ立ち上げれるやん。ええやん。あかんか。つゆだけ食ってて草。チャーシュー多すぎやろ。手だけでもかなりきついのに、箸も持たせて飯も食わせるとなると、なかなかきついやろな。ギターは今後も無理だぞ。ギターはストリ熱心なやつがおって。そこそこのレベルまでいっとる。楽しいね、異次元の発想だわ。 Y が作った、アーニャがラーメン食べてる AI。 違うの食べてるやん。あんこトーストやん。作らせたが正解やろ。こんな絵がリアル絵師に描けるか。無理だよなぁ。ガチで現代アートや。竹取物語やろ。難しいな。こちらが意図しないものを、お出ししてくる瞬間が最高に輝いてる。地味に瞳もハイライト入ってないか、不自然な模様なのが多いよね。AI も描いた樋口窓か。ラーメンも食べる樋口窓か。窓かが窓かのコスプレしてるのきつくてかわいい。ラーメン描くのが流行りだしたら、どうせすぐ取り込まれて学習されるよ。普通に描けるんだけど、一気はさぁ。胸ポケットに入れても使えるんですか？やっぱり無理やんけ。試しにやってみたら難しすぎるわ。これもそうなんやけど、指が多いとか、箸と同化したりとか地味に怖いんよな。ドヤ顔で麺
面掴むのかわいい。やっぱりこれがレジェンドの風格よ。5年もしたら普通に動画までこなしそうよな。無料でこんなすごいことできてええんけ。ふたおいしいな。サハエル、今までで一番意味がわからない。 AI に構図作らせて参考にして手書きでやる SE4 楽しそう。これがラブライブスーパースターか。このシリーズ好き。この自由な発想を強制するのもったいなくないか。でも強制できなきゃ絵師の代わりにはならんってことの表明やしな。ラーメン食うことすら強制できないならもっと難しいのなんて無理やし。どうしてイレギュラーは発生するんだろう。プログラムのエラー、電子頭脳の故障、ラーメンを食べる絵を描いてこなかった絵師たちの、いわば鉄だな。謎競技に勤しむマックイーン。号泣しながらピザ焼いてるやつすこ。クソラロタ。まあでも、こういう人間は絶対描けないような。絵を描かすのが正解だろ。人間と同じことやってもつまらんし。 AI 使ってるかのチェッカーになるならよかったやん。手足もやばいよな。なんで描けないんだろう。この1ヶ月で新しい性癖に目覚めてるやつめっちゃいそう。ここですれは終わった。最新動画はこちら。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。